はい、皆さんこんにちは、吉田のりまさです。いつも YouTube、Facebook、メブロン、メルマガ、いろいろ見ていただいてありがとうございます。はい、今日ご紹介のはこちらですね。バシン、チキンライス、まるちゃんですね。町の洋食屋さんのチキンライス。こちら行ってみましょう。スプーンがないので、箸でいきます。よいしょ。じゃじゃーん。まあね、電子レンジでですね、2分、あるいは1分半ぐらいですね、その電子レンジのワット数によりますけどもね、で、温めていただいて、そのまま食べれるというね、いうことでございます。ちょっと、これは熱いからね。持てない。どうしよう。ちょっともう取っちゃいますね。あ、痛い痛い痛い。よいしょ。はい。これでいこうか。あ、これまずい。まあいいや。頑張ろう。頑張って。いただきます。熱い。熱いわ、やっぱこれ。熱い。まあもうちょっと油っぽくて、なんだろうな、ちょっともちもちっと、なもちもちっていうか、ちょっと食べてみますか。あと具が少ないね。もうちょっと味が濃くて油があるといいかなっていう感じですね。はい。でも仕方ないです。なぜなら100円だからです。100円ショップのチキンライスでした。まあ、こんなもの一緒ですからね。はい、ありがとうございます。ということで今日ご紹介いたしましたのは、まるちゃん町の洋食屋さんチキンライスでございました。ありがとうございます。